本日の動画はどういった内容、ただ何の作業をするんですか、今から。これだけ調子が悪いっていうんで来たんですけど、見る限りそんな枝、まあ弱い枝ももちろんあるんですけど、それはもうしょうがないことでして、他の枝を見るとそんなに弱いとこないので、このままでもいいのかなとは思うんですけど、下の方見てみると水はけが そこまで良さそうじゃないんで、一回そのままちょっと土鉢の方に根っこを崩さずに植えてあげて、若干でも水はけを良くしてあげて、で春に正式に植え替えしてあげたらいいかなと思います。これを植え替える、まあ植え替えるというか、まあ、鉢替えというか、そのまま土鉢に入れてあげて、新しい根が出るスペースをってことです。そうですね。これだとパンパンだと思うんで、はい、このままちょっと緩めるっていう言い方するんですけど、で春にまた、ね、これに植えたいっていうことだったので、これに植えていけばいいんじゃないかな。これじゃなくてもいいんですけど、いいのありますか、こんな感じの。だからどっち色がそうなんですよ。ちょっと心拍とかそっち系じゃないですか。結構悩んだんですけど、やってあげてもいいのかなと思うんですけど、でも一回まあね、自分で選んだ鉢だから、これに一回入れてでもいいんじゃないですか。まあこんぐらいかな。ざっと。この銭ゴキはもう生えたらすぐ取ってあげる。わかりました。こういうグニグニしたスライムみたいな。はいはいはい、これなんかすごい。そう、これも取ってあげた方がいいです。結構パキパキになるまで乾かしてるんですけどね。あ、そうですか。はい。定期的にあと回転させたりとか、そんなのが必要ですね。こっち側だけ乾いて。あ、回転はさせてます。はい。こっちをちょっと1週間ずつ乾いたりとか。夏の植え替えってことでやりました。そしたらあれ、そこがあれにやる。そうですか。はい、いいですかね。いいんじゃないですか。まあちょっと水が抜けなそうですよね。そういうその心配が一個。逆にそっちの方が良かったりします？いや、でかい、これは。あ、本当ですか。これだとでかいの。あ、これでもでかいですか。あ、そっちだと。これだと。一応、旧の方でも、1個確か最近やったんですけど、これを植え替えないといけないという方。御用の真夏の植え替えに関しては、ここの先代が見つけたやり方みたいな。で、っていうのは、結局高団体の植物なんで、これを吸って。他の松と比べて、はい、夏の暑い日によってちょっと活動を停止するんですよ。で、活動を停止すると根がさばけるっていう利点が一点あるっていうのと、はいはい、春先に比べて根が、まあ、もうちゃんとしっかりしてるっていうのがもう一個ある、はい、あとは天候が崩れにくいんですよ。春先だと寒い日があったりとか、はい、暑い日があったりとかって天候が割と寒暖差が激しい日が続くじゃないですか、はい、で不安定っていうのに対して夏だともう基本30度を超えてくる日が続きますよね、うん、気温が安定してくる。その利点が夏の植え替えにはありますね。だからして水やりをやってあげるっていうのは重要なところで、はい、確かにそうですね。日に当てて水やって日やって水やってってそういうんで根を出させるっていうことですね。でも放射状にやってる感じでいいんですよね。そうですね。髪の毛を溶かすよ。はい。こんな思いっきりやっちゃっていいんだ。うわ、怖い怖い。と。だから日光に当ててください。わかりました。それが重要。じゃあもう寒冷紗外しちゃいます。いや、寒冷紗ないとこ置いとけば。ああ、うん。これだけ。他は寒冷紗の中に。通常の植え替えと同じような根さばきで、まあそんな感じですね。いいんですね。特に夏仕様とかそういうのは特にない。通常通りで。わわわわ。こう下に丸々ね、根っこって。ああ、これあれかな。そのまま入れたパターン。そのまま入れたパターン。網が。あ、中に入ってたんですね。入ってますね。まあ、同じようなことを考えたら、これと。それリセットしてあげないと。そうそう。中の方が腐ってくる。うん。うわ。黒いのはね、腐ってる。そうですよね。このやり方ってあんま海外とかね、今の人やんないんだけど、逆にこれしかしないっていう、縁もあるし、夏植え替えしかしないっていう、オヨウマスは。この辺のシャリが腐ってっちゃいそうで怖いんですけど、塗った方がいいです。大丈夫ですか？地面から離れてるんで。持ってましたか？大丈夫ですか？本当はね、こういうのも全部きれいにしてあげたいんですよ。この黒いの。はいはいはい。でもこれ一気にやりすぎると枯れるんですよ。で、もう何年計画でやってあげないといけなくて。で、さっき見たようにこれちゃんと植え替えせずに二重鉢みたいな感じになるじゃないですか。はい、なってました。だからっていうことは何年もちゃんとね、この辺でさばいてないんで、一回これぐらいで終わらして、で次のまた3、4年後とかそういう時にもっとこの中までしっかりほぐしてあげないと水はけが良くないんで、そういうふうにやってあげるといいと思います。わかりました。とりあえず一回これはこれで入ればいいんじゃないですか。入るかだけど。あ、怪しいぞ。ああ、いきなり。押すね。私は。ちょっと緩められるし。俺、色もついてるし。一番ちょうどいい頃合いじゃないですか。これよりはでかいけど、ちょっとまあこれも木工なんで。そうですね。これにしましょうか。ありがとうございます。めっちゃ綺麗になったわね。体験もできますということ。そうですね。相談いただいて、はい。っていう感じで。わかりました。ちょっとまだ教室は続くんで。ありました。はい。ありがとうございます。次の作業に移ります。はい。頑張ってください。ありがとうございます。